どうもー、影庵です。今日もね、ウォーキングを今からしたいと思います。それか今してるんですけどね、今日はちょっと遅めのウォーキング。今、時間で言うと6時半ですね。朝のね、朝の6時半になります。では、今から、歩いていきたいと思います。今日はね、ちょっと変な話ですけど、こう守護霊っていうのがいるって言いますやん。自分に守護霊っていうのがこうついてるって言って、こうまあいるいい日はまあ別としていると仮定してですね、ほんで守護霊っていうのが自分を守ってくれてるっていう、そういう霊なんですけど、で、僕とか商売してるんですけども、そのこうね、目の前にあることっていうか、そういう仕事とかね、目の前のことを一生懸命やってるとね、守護霊から指導霊っていうのがつくようになるというふうにこう言われてるんですね。で、指導霊いうのはなんかこう、こういうふうにした方がいいよっていうようなことをこう導いてくれるというか、そういう霊なんですけど、最近ね、僕がこうなんかこうそういうのがいるんかなって思うような出来事がね、こう結構ありますね。あ、そうか、これをやったらええんかっていうのをね、その誰かに教えてもらうとかじゃなくて、なんか例えばその夢の中に出てきたりとか、あとですね、なんかこうふと目についたりとかね、そういうのがこう最近ねちょこちょこあるんですよね。で、こうなんか導かれてんのかなって、こういう風な感じ。たまたまその動画見たら、そういう気づきを与えてくれることがあったりとかですね、そういうのがもう最近こう連続してるというか、ものすごいありがたいですよね。だから、全然そのまあお金をかけずにというかですね、その全くそういう何かに頼ることなく、その気づかせてくれる存在があるというか、そういう不思議な感じを感じるんで、で昔にそういう指導霊っていうのがつくことがあるよっていうのを思い出してですね、なんかそういうのにこう導かれてるのかなっていう、どっちにしろそのいい方向であることは間違いないんですけども、そういうのをこう感じるなっていうふうに思っております。まあありがたいことですよね。まあそういうふうにしてね、こう自分のお店をね、こういい方向に持っていって、お客さんに、ね、喜んでもらって、昨日でもね、かなりやっぱり喜んでもらえてるんで、まあ自分のやってることがね、いい方向に進んでることだけはね、実感できております。ということで、今から、約3キロですね、歩いていきたいと思います。では今日もよっしゃーでいきましょう。